何かが日光を反射してキラキラ光っている近づいてみると木のうろの中に宝箱が隠されているのを発見した君はふとあることを思い出しカバンからメモを一枚取り出したやはりここは以前盗賊たちから盗み聞きした、盗品の隠し場所に違いない君はそう確信すると たり顔で宝箱を開けた濃い霧で視界が遮られてしまうこれが迷いの森のゆえんなのだろうか森の奥から美しい旋律が聞こえてきた歌のようにも鳥のさえずりのようにも感じるが草むらをのぞくと歌声の主はすぐに見つかったハーピーだ 向こうはまだこちらに気づいていないようだ君は石を拾い上げると魔物の足元めがけて投げた驚いた魔物は羽をバタつかせ飛び去っていった魔物がいた場所には小銭が散乱している旅人曰く何人もの冒険者がこの樹海に足を踏み入れそのまま姿を消したというさらに この森を抜けるためには、ある道具が必要らしいが、優しい歌と音色に耳を傾けていると、だんだん心が落ち着いてきた。心なしか、疲れも取れた気がする。看板には、森に潜む四つの石碑をすべて調べよ、と書かれている。君は森の北側にある石碑を見つけた。 ただの岩のような気もするがひとまず触っておこうえー、っと次の石碑は声色を聞くにどうも男性のようだ森の民は男女の区別がつきにくい君は森の南側にある石碑を見つけた試しに叩いてみると西の方から音が聞こえた行ってみよう 君は森の西側にある石碑を見つけた。森に入ってきた時にはこんな石碑はなかったはずだがとりあえず叩いておこう女は道に迷っているらしい出口はどこと不安げな表情だ男は「俺の持っている道具ではこの森を抜けられないのか?」と嘆いている。 硬そうな実を結ぶ木々が、強風に煽られて、ゆさゆさと揺れている。なんだか嫌な予感がする。たくさんの木の実が一気に落ちてきた。しかし君たちは、その場から飛びのき、直撃を免れた。君は、森の東側にある石碑を見つけた。隅っこに、金運アップ祈願と落書きされている。 君は、迷いの森にある四つの石碑をすべて調べた。すると、この場所のすぐ近くから何かの音が聞こえた。毎回石碑を叩かないと村に帰れないの、超面倒いんですけど、と、女は渋い顔でつぶやいている。君は石碑を調べた。石碑には、森のネイロを捧げようと刻まれている。君は、 三つ目の町の魔物研究家からもらった「森人の笛」を持っている君はピーヒャラピーヒャラと適当に森人の笛を吹いてみたすると笛の音色に合わせてどこからか軽快なステップを踏む音が近づいてくる君たちの前に突然一人の少女が姿を現した。 ひどい音色だと文句を言いつつも足取りはノリノリだ少女はリリーと名乗ったこの迷いのどうやら君が吹いた笛は森の民を呼び寄せる道具だったようだ君はこの森を抜けて東に行きたいとリリーにお願いしてみたリリーは森の案内ならお安い御用だと快諾したが ただしと続ける。ただし、その森人の笛を私に渡せリリーはそう言って手を差し出した「1,000ゴールドでどうだ」と君はリリーに笛を売りつけようとしたさすがは金のもういえ実にあなたらしいするとリリーは「金か金ねかねうるさいな」とあきれた顔をして懐から何かを出した。 君が「おい金は」と言いかけたその時メルブールが木の実をペロリと食べてしまったリリーは「あその木の実1個1万ゴールドで売れる激レアものなのに」とびっくりした顔で言う「1万ゴールドをここで今すぐ返すか笛を私にくれるかどっちがいい」リリーが問い詰めてくるクロエは「 あんたの負けみたいねと君のことをクスクス笑う木の実を食べてご満悦なメルブールの様子を見て君もまあ仕方ないと観念した君はしぶしぶ森人の笛をリリーに渡したリリーは大喜びで森人の笛を受け取ると早速軽快なステップを踏みながら吹き始めたしかしその音色は 雑音にしか聞こえないほど下手だった。この森を抜けるにはリリーが暮らす森の村を通るのが早いそうだリリーは森の村はあっちだと石碑の裏手を指さしたようこそ森の村へリリーは君たちを歓迎するような仕草を見せたリリーは「今日は用事があるから森を抜けるのは明日だ」と言って家に帰ってしまった ここは迷いの森の森オアシス。ようこそ森の村へ男は物腰柔らかに君たちを歓迎した噂ではどこかの町がドラゴンの炎で焼き尽くされたそうだこの村燃えやすそうだから心配そういう問題だろうかリディの実家は借金まみれで 家計は火の車らしい。で、借金の原因が人の家のことを詮索する趣味はないとクロエは話を途中で断ち切った「この先は森の村の民専用の抜け道だどうやらここを通してくれる気はないらしい」リリーは何かの本を真剣に読みながら熱心に。 森人の笛の笛練習をしている相変わらず下手だが君が話しかけるとリリーは今気が付いたようで驚いて本を隠した借金取りかと思ったじゃないかとリリーはしどろもどろに言ったゲホゲホ病気を患っているらしき女性がいる聞けばリリーの母親だそうだ ゴゴホゴホ。なんだか苦しそうだ聞きそうな道具を渡してみるか君が差し出した道具はリリーの母の病気には効かないそうだしかしその気持ちはありがたく受け取りようとリリーの母は微笑んだリリーの母は感謝の意を込めて不思議なカード3をくれた母は、 リ,リーのことを喋り出した。自分の病気に効く薬はいつもリリーが調達してくれているらしい自分のせいでリリーには苦労ばかりかけていると母は申し訳なさそうに話している男は一心不乱に井戸水を飲んでいるそんなにうまいのだろうか宿屋の店主は「久しぶりに外から来たお客さんね」と。 君たたちを招き入れたこの宿は迷いの森をさまよった旅人たちの癒しの場だそうでただで好きなだけ休んでいいという木製の食卓には迷いの森で採れるらしい山菜料理や肉料理が並べられている食卓に着いた君は「今日もよく働いた」と自画自賛しながら勢いよく料理をむさぼり始めたそんな君を無視して クロエは、いただきますす。と山菜料理に手を伸ばすメルブールは食卓をじっと見つめたまま微動だにしないしかし次の瞬間メルブールは卓上の料理をきれいさっぱり平らげた揚げ句樽の水まで一気に飲み干してしまった満足げにメルブールはげっぷをしたすると今さっき飲んだ水が 少しだけ口からピュッと吹き出した。そして日は暮れていく。